はい、今回はチャンピオンズリーグ2017の振り返り第2弾って形で、千葉大会を振り返っていきます。はい、千葉はね、2日間ありまして、2日ともね、少しまた若干結果が変わりましたけれど、まあ、おおむねね、愛知会場で猛威を振るったボルケニオン EX がそのままね、そのまま席巻を続けているという感じのあれでした。はい、まあ1日目2日目ね、両方ともボルケニオン EX が、優勝したりしています。で、面白いのはね、今回のボルケニオン EX ね、全部カジヤ4枚構築が勝っているという点ですね。はい、カジヤ4枚、炎エネルギーもね15枚から18枚ぐらい入って、で、グッズがね14枚ぐらいに抑えられてられているというデッキです。はい、まあ、細かいカードは少し変わりますかね。フィールドブロワーが厚めに入っているデッキもあれば、入っていないデッキもありますし、カピタル FGX が入るデッキもあれば入らないデッキもあるしね。あとはボルケニオンね、ちっちゃい方をどんぐらい入れていくかってところもね、1個ポイントかなと思います。はい、で、まず1日目はね、ボルケニオン EX のその前回のサポートを厚めに積んだ、さっき言った新型ボルケニオン EX デッキですね。こちらが採用されてから、今大会でもね、そのデッキに影響を受けたのか、皆さん、このデッキのね、近いものをベースにしたデッキっていうのね、多く使われていたという印象です。はい。もしくは、そういったデッキに強いデッキを握っていくかっていう感じかもしれません。ベックザデッキですとか、今あるデッキをベースとして少し水ポケモンを増やしたりとか、シャワーズをね、厚めに積むとか、あるいは、アローラ球根 GX をね、厚めに入れておくとかね、そういった対応で乗り切ったという方も多かった印象があります。はい。そこにプラスして、ダークライ、カプブルル、ルガルガンっていうところが入ってきているというところでもあります。ボルケニオン爆画面差結構増えるんじゃないかなって皆さん思っていたと思うんですけれども、そこに対してね、それ以外のデッキもたくさん出てくるっていうわけなので、まあ、その全部のデッキね、安定して勝てるデッキっていうのがね、なかなか難しかったんじゃないかなと思ったりもしますね。ブースターシャワーズが入ったダストラス、エーフィーもまあ、そのいろんなやつに勝てるようにっていう風に作られてるデッキですし、あと面白いのはですね、ジジイオン GX とダストダストのデッキですけれど、カプブルルが一番に入って、ルガルガンとかにもね勝てるようにと考えたデッキとかもあったりします。あとはビークインゾロアークですね。ビークインゾロアークにシャワーズとブースターが入って、ボルケニオンですとかジュナイパー GX とかにもね、戦えるようにしてあるデッキもありました。ゴーリーとかも入ったりもします。はい、で、従来のボルケニオン EX デッキだったらね、結構ゲロゲージナイパーとかで、まあ、グッズをロックしたらね、弱点をつきながらね、倒したりもできたかもしれませんけれど、新しいタイプはグッズが少なくて、カジヤ構築なので、普通にね、ガマゲロゲージ EX が正面から突破されて、結構倒されていったっていう感じもあるかなと思います。はい。1日目はそんな感じでしたね。で、2日目ね、1日目にボルケニオンが結果は確かに出しましたけれど、まあ、そこでね、ガッと準備をして対策を練るっていうのは結構皆さん難しかったんじゃないかなと思います。で、やっぱりボルケニオンがこのまま勝ちましたね。はい、もう千葉は1日目2日目ともにボルケニオンが大活躍という感じでした。で、違ったのはね、月光がブレイクがね、ここから吹いてきた感じあります、少し。はい、新型のボルケニオン EX に対してもね、結構強く出れますね。はい、ちっちゃいボルケニオンで戦うという戦法がね、少し減ってしまっているので、月光がブレイクを一撃で倒すための動きっていうところが少ししにくくなってくるというところがあります。で、結構弱点つけてね、爆画面 CX 増えたので、爆画面 CX をどんどん倒していってっていう形で、月光がブレイク強かったかなというところです。はい、初日から月光が少しはいましたけれどね、ようやくここでね、ボルケニオンがさらに2日目に増えたっぽいので、そこで月光がブレイクがね、結果を残し出したかなという感じがあります。はい、今回の A ブロック2のね、月光がブレイクに関しましては、フィールドブロワーが2枚入っておりまして、カイズハンマーが2枚入っているという形で、サイレントラボが1枚も入っていないという構築になってますね。はい、月光がブレイクを握る上でね、当たりたくない相手として真っ先に浮かぶのはジュナイパー GX かなと思いますけれども、大半があればね、ダブルショックエネルギーをね、トラッシュしていけるというところで、こういったデッキ買ってきています。
他にもね、ファイアローが入ったデッキとかも結構見たりもしましたね。はい。で、千葉大会2日目ね、面白かったのがね、ルガルガン GX とメネシーブレイクが入ったタイプのデッキ。今まで、ありそうで意外となかったデッキですかね。ルカリオ EX も入ってきたタイプのデッキですね。これも勝ち上がってきてるんで、結構面白いなと思いましたね。あとはね、2日目は結構惜しいところまで来てました、ダークライ GX たちがね。結構終盤の、第6マッチとかはね、ダークライ GX が住宅にたくさんいて、結構来てるなと、結構来てるんじゃないかなと個人的には思いましたね。さあ、この後、環境どうなっていくか、次回第3回は大阪編です。はい。それでは